皆さんこんにちは。たけちゃん先生こと武田社長です。では今日は、忍者についてお話をさせていただきたいと思います。伊賀忍者で大変有名な服部半蔵さん、そのご子息が今でも三重県におられるんですけども、その服部半蔵さん何をやってるでしょうか。先日私の家に遊びに来てくださいました。服部さんとお話をしていると、今 何をやってるんですかと聞きましたら、実は14代にわたるお菓子屋さん、大変有名なお菓子屋さんなんですね。私は何か武術をやってるのかなというふうに思ってたんですね。服部半蔵としては17代目の直系です。ところがお菓子屋さんとしては14代、ということは江戸時代になってからはお菓子屋さんをずっとやっていたということですね。でもそのお菓子屋さん、正真正銘の忍者です。我々は忍者というとかっこよく黒いマスク頭巾をかぶってかっこよく戦ってるというイメージがありますけど、この忍者といったようなもののそのイメージが出来上がったのは昭和の時代だというふうに言われています。特に映画が出来上がって戦争の後日本を元気にしようといったような中の一つのキャラクターとしてあの忍者が出来上がっていったというふうにも言われています。そのかっこいい忍者、今世界中に飛び回っていて、日本はかっこいいクールだというとその忍者のイメージがありますね。では忍者は本当にいたのでしょうかということになります。実は金沢、私の住んでいる金沢に忍者がいたのかというと、ほとんどの人が金沢に忍者はいなかったというふうに言うんですね。それで私は金沢に忍者はいたのかといったような、こういうチラシというか、リーフレット、これを作りました。これは多くの方々のお話を伺ったり、あるいは図書館に行って書類で調べたりといったようなことです。で、歴史の先生に聞くと、忍者がいたのは当たり前だよ、加賀百万石という徳川家に次ぐ外様大大名が今まで残ってきたのは忍者という情報収集機関がしっかりしていたからだということを言われます。一方、情報収集機関は隠密裏にやってきますので、それがいたという情報を残すことの方が下手の忍者の集団だったということになります。そうしますと、金沢加賀百万石、これが残ってきたのは多分大変素晴らしい忍者の集団がいただろうと思っています。それは集団だったか、あるいは何かそういうシステムだったか、それはなかなか分かりません。今皆さん方が考えるような忍者とはかなり違いますけども、やはり加賀藩には忍者がいたというふうに私は思っています。それについてまた次の動画でお話をしたいと思います。